半間陽先生です。私の家ではね、当然東大は3人卒業してまして、私はそれ以上また勉強しておりましてね、で仕事もですね、いろいろやってますけども、税理士の技能も持っておりましてね、上級技術事務職とかね、いう職もついておりますね、大きい会社でね。で、お金持ちになるには税理士の資格は取んなくてもいいですけども、税理士と同じ技能を持っていないとなれません。で、というのはね、金持ちはね、税理士に頼みますけれども、自分の所得ですね、やはり、税理士のね、技能、税金のね、申告に対しての技能は、税理士に頼む税理士よりかよく知識が知ってるということで、正当な億万長者なんですね。億万長者に慣れてね、税理士のね、技能持ってない人は全部偽物なんですね。偽物なんです。シードとかね、宝くじに当たった人なんですね。ということをよく知ってください。で、本当のそういう税理士の技能持ってなければ、もっと難しいですから、お金持ちになるのね、億万長者になるの難しいですから、汚職以外ないわけですね。ということで、億万長者でもね、そういうふうに宝くじになった人とか、そういう人になるわけです。税理士の技能を持ってなければ、資格持ってるとかね、技能を持っていなければ億万長者にはなれないですね。で、まあなってる人は、税理士の額以上持ってない人は、シードとかね、ね、なった人だけなんですね。また宝くじで当たった人ですね。っていうだけということをよく知ってください。ですから、申告で、そうですね、完全にですね、間違いなく税金の計算をする、で税金を無駄なくまたね、下げるというのは、税理士に全部お願いしないといけなくなるわけですね。技能がないとね、億万長者で税理士の方にかなり持っていかれますね。それで完全なものにはなれないですね。自分の意思での稼ぎの様子、明細が分かりませんから、全部税理士に頼んでもね、削減されませんね。 30% ぐらいはされるもの、完璧にね、自分億万長者でありながら税理士の技能はもう全然トップというか、上級として持ってると。それで税理士に頼んで、2つのね、力で、能力で税金の申告するわけですね。そうしますと、完璧にできるわけです。税金の申告はね。それで無駄なく変動も上がったり下がったりしますから、いろいろね、仕事の関係でね、稼ぎ方によって変わりますから、で、時代によっても法律が変わりますからね、ここら辺はね、非常に計算ですね、30% ぐらい違ってきますね、仕事のノウハウでね、その通り動くんですね。ふるさと納税でもね、いくらまでとかね、収入でってありますから、その範囲だとその分浮きますでしょ。
買い物でもできますからね、ふるさと納税用の商品ってのありますから。だから、そういうことでね、ちゃんとした、そういうふうに明記されてるものは、ね、寄付ということでできますけど、まあ、勝手に寄付はできませんよね、人にあげたりとか困ってるからって言ったってね、これはできないんですよ。税金が免除なんないんですね。指定されたね、寄付場所じゃないと、ね、できないということですよね。だから、ここら辺でね、ちゃんと取れてるとこですね、許可取れてる、寄付を受け入れようね、法的に許可をもらってるとこですね。に所得が多いときは、そのある一定以上になりますとね、税金高くなりますから、そこら辺をうまく考えてね、計算する。それだけだと安くなりませんから、うまく計算すると取れるわけですね。で、事業の方で投資に回すとかね。いろんな方法がありますから、不動産投資に回すとかね、あと事務所を借りるとかね、そういうようなことをしてうまく調整するんですね。だからそこら辺のやり取りはやっぱり本当に能力あるなって、稼いでる億万長者は税理士の資格を取れるし、技能はありますからね。ここら辺はね、億万長者にはね、必ず税理士の技能は持ってないとダメなんですね。ということですね。